今日はファミマの高いハンバーグです。348円もしました。贅沢な買い物です。丸っこい形です。少し水を入れたりして。焼きます。2分くらいしたら火が消えたので裏返します。こんなところでしょうか。中はまだ冷たそうです。割って汁につけて温めます。温まった順番に食べてしまいます。食べてみるとさすがに美味しいです。肉を食べてる感じがします。ソースも程よくコクがあります。これならファミレスのハンバーグより美味しいくらいです。ファミレスと同じような値段だといえばそれまでですが、後付け合わせとご飯があれば完璧ですね。そういえば最近100均で芋のの小さいフライパンを買ったのですが、芋のだと本当にハンバーグがカリッと焼けて美味しいんですね。ただ、重いので外に持ってこれないのが残念です。スキレットでキャンプする人に憧れます。食べました。あとは天ぷらぶっかけうどんです。かき揚げ100円、麺30円、つゆ30円でできます。
通に美味しいです。火を使わないと楽ですね。このところ34度くらいあって、蚊も多いので困ります。夏は料理に向いてませんね。夏にさっさと作ってさっさと食べる献立でした。それではさようなら。